しくださいね。せっかく良くなられたので。静岡地裁が再審、裁判のやり直しを認める決定をして釈放され、心臓のカテーテル手術などを受けた袴田巌さんが29日退院しました。はいはい、お願いします。はい、どうも。弁護団や支援者によりますと、袴田さんの術後の経過は良好で、支援者が撮影した映像ではしっかりした足取りで車に乗り込む様子や、姉の秀子さんの家に戻りくつろぐ様子が伺えます。元気でやってるということはね、やはりお付き合いができてるってことだよね。袴田さんは8月28日に住んでいる姉の秀子さんの家で倒れ、肺炎で緊急入院しました。検査の結果、心筋梗塞や狭心症の疑いがあることも分かり、心臓の血管を広げるカテーテル手術などを受けました。今後は通院しながら持病の糖尿病などの治療を進めるということです。